どうぞ盛大な拍手でお迎えください。何人いるか分からんぞ。気をつけろ気をつけろ気をつけろ。さあ改めまして本日のスペシャルゲストデイチャージボンさんと熊切あさみさんです。拍手お願いいたします。ロックアウトって映画でしょ、はい、サバイバルですよ。サバイバル、サバイバルしなきゃいけない芸能界ね、うん、いろんなことが起きる、はい、いろんな写真集もいっぱい来る今日は、はいはいはい、いっぱい来てる中でサバイバルするためにはこのくらい格好じゃないとね、はい、でもじゃあもう映画の影響を受けて、はい、囚人服を本当だちょっとセクシーにして着てきちゃいました。ちょっとアレンジ入れたんですね、はい、これは映画の中ではね、はい、悪人側のもう見れば分かってもらえると思うんですけど、映画の影響を丸々受けたっていうのをはい、ねえ、まあこういう状況、男性がもう囚人たちにこう囲まれてしまったよみたいなシーンってあるじゃないですか、はい、ジモンさんこういったところ、はい、こういう状態って言ったらもう絶対絶命ですよね、はい、怖い怖い。でも諦めないことですよね、やっぱりね。まずは絶対に諦めない、はあ、何かあるだろう、はい、何かこううまいこといく方があるだろうっていうのを絶えず考え続ける、はい、これが大事でしょうね、うん、自分のセクシーさを利用して、まあでももちろんね、女性ですからね、そのぐらいしか武器がないんで、女性は女性という武器があるからね、はい、最終手段だよ。でもそれはじゃあセクシーな姿で、うん、向こうを惑わすというなら、ちなみにどんな、どんなポーズだもん、ポーズをされるのかっていうそれはちょっと今日見たいでしょう、はい、あーできてるやつに対してどんなセクシーポーズして、はい、セクシーポーズお願いいたします熊切さん。セクシーポーズ古い古い古いちょっといやだからしばらくグラビアとかやってないから古いんですよ私。いやいや古くないですって全然いけてますよ。今ほぼダッチューのでしたからね、ダッチューの世代ですからいや、はい、で気になったのはあのすごい、はいうん、こう頼れる男性、守ってくれる男性が好きだっておっしゃって、はい、よかったですね。そう映画の中で主人公はすごくね守ってくれるんですよ、はい、であのどうなんですかこの選挙されてる、はい、なんか持って方が優しくうまいですね。すごい優しいから答えそうに何でも答えちゃう自然な感じで、そうですね、映画に絡めながらやればどうですか。そうです映画に絡めながら一番大事俺が喋るか、俺が喋ってもいいんだけど俺の話全部カットされちゃう守って、うん、あの選挙された男性は、ねはい、どんな感じなんですか。優しい、優しいんだ、はい、あそれ優しいでしょうね、そちょっとでもいい風に今ね気になってたのはその優しい方からいただいたんですかその指輪は。これはいいんですいいんです。はい、薬指にされてますよね。あでもこれは全然今、はい、いただいたもの、えそうなんですか。自分の忘れちゃいました。あじゃあそうなんですね。これがねあのなんかとっても高そうな、はい、そうですよね。あのランクが君下手だよ。そうで自分でだったら外してこいよね。そう初めに外してきて喋らなきゃいけない場所につけているので分かりませんっていうのはね、うん、お前本当に天然だね。今取っちゃいましたね。今取った。あなるほど、そういうことです。これ意味合い分かりますよね。分かります。これから気をつけます。つけてきて外すぐらいの感じってことですよね。でもじゃあの薬指につけるリングってで特別にやっぱり意味があるじゃないですか。そういうことですね。え特別な意味、うん、特別な意味、はい、薬指はあそんなそんな意味ですから、はい、でもいただいたものでいついただいたんですか、はい、忘れちゃいました。お誕生日とかクリスマスとか結構もらってんじゃないですか。もらってないですよ。毎回毎回ご飯のご飯食べた時は、うん、もらってないです。あそうですか、はい、なんか料理学校に、ね、あ料理教室です、ね、そうだよね、はい、教室にサバイバルのために逆に料理が下手だからね。そうなんですよ、習い事としてガキっぷちから料理を今から勉強する、はい、遅いだろだけどもそれこそが彼女の魅力であり、はい、サバイバルのロックアウトから学べることですよ、はい、ではお時間になりましたので、はい、よろしいでしょうか。非常にあの楽しい映画ですので、はい、DVD でお家で、はい、ねみんな見てもらって楽しんでもらおうと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。熊木さん大丈夫ですか。ありがとうございます。熊木大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございます。楽しかったです。はい、プロポーズはないですか。ないです、ないです、そうなんですか。はい、全然ないです。次に